はい、どうも、ゆたです。ようやく原車セッティングが終わりました。今、はい、今、ガレージ山郷さんのところから原車セッティングが終わったんで、車を受け取ってきました。はい、いや最高だな。久々に年末のエンジンブローから始まって、エンジン直して慣らしを終えて原車セッティングで、今も5月でしょう。5ヶ月ぐらいずっとちゃんと乗れてなかったんで、でその前の期間もちょっとクラッチがおかしくって、9月におかしくなって、で治ったのも結局それも11月ぐらいで、ようやく治ったと思った短期間の間にエンジンブローしてっていう悲惨な状態。9月ぐらいからほぼちゃんと乗ってないっていうね感じです。でようやく帰ってきました。はい、で、はい、原車セッティングし終わったんで、まあとりあえずあのパワーチェックもしてもらってるんで、まずやっぱ馬力とトルクが皆さん気になると思うんで、一応表はちょっと今画像で出しますけど、まず馬力ですね。じゃあ係数、補正が 1.00 の場合の時が 297.1 馬力で、まああの馬力の損失っていうのがあるんで補正かけるんですけど、 1.14 でかけてもらってますね。ここに書いてあるの 338.6 馬力っていう感じです。馬力は、はい、でトルクが 46.8 からの 1.14 をかけると 53.3 キロ、結構出てますねトルクで。馬力も338、まあ、300だいたい40で、まあ結構出てるんで、でグラフ見てもらうと分かるんですけど、最大ピークが5147回転なんで、そこからやっぱどうしてもブーストが純正だともう垂れてしまうみたいで、これがやっぱ純正の限界ですね、タービンのっていう感じみたいです。はい、でトルクもピークが3800ぐらい、結構純正の時のやつ覚えてないんですけど、結構下からなんか出てる気がしますね。はい、いやー楽しみだ、乗るのが。これでようやくちゃんと、まあちゃんとした状態に車をとりあえず持ってけたんで、あとはまあ本当壊さないようにメンテナンスと、まあ僕まあ素人なんで、素人の車いじりっていうので YouTube やってるんで、もうちょっと知識をつけてね、いじっていけたらいいなと思います。まあ素人なんで、まあ壊すのも含めて、まあ、楽しんでもらえたらなっていうのもありますよね。別に僕プロじゃないんで、別に素人でまあ分かんないから壊して覚えていくっていう、それで僕はいいと思ってるんで、まあ自分で経験してやっぱり覚えていって勉強するっていうのがまあ普通だと思うんで、まあ壊さないのがそれはもちろんね一番ですけど、まあ身に持ってこう経験してね、体感してっていう、まああんまり経験することないと思うんですけど、まあ良かったかなとは思いますねっていう感じで、とりあえず乗った感じですよね、もうちょっとフィーリングを、馬力もどんな感じか、トルクもどんな感じかっていうのも一応ちょっと感じたいんで、これからちょっと横浜に帰るんで、ちょっとそれを撮っていきたいと思います。はいはい、じゃあ今ちょっとね、車乗ってます。で、イルマインターから
乗ってちょっと圏央道で帰ろうと思うんで、高速乗ったらちょっとアクセル開けたいと思うんで、まあ普通に街乗りに乗ってるフィーリング的には結構なんていうんですかね、下の反応とかトルクがあるっていうか、結構扱いやすいですね。下から結構しっかりトルク出ててっていう感じです。はい。で、そう、ECU 制御は ECU テック、エクテック、ECU テックでやってます。で、あと原車セッティングの他にビッグエアフロっていうか、吸気のパイプをなんかちょっとこう画像出すんですけど、絞られちゃったりしてるんですね。それを全部穴広げて、で、イシューテックの方でエアフロマップもいじれるんで、それも全部やってもらって合わせてもらってます。はい、っていう感じですね。であとブースト設定なんですけど、まあ EVC の方でプリセットが3つ選べるんで、一応 ABC で A の方が 0.8 で B が 1.3 で C が 1.6、 まあエコー、普通、本気モードみたいなね、3つやってもらってます。はい、という感じでやってますね。で、さっきちょっと A で踏んでみたんですけど、 0.8 でしっかりちゃんと抑えられてて、で、 C でも一回ちょっと踏んだんですけど、強烈な加速感がね、半端ない、マジで。ちょっと、まあ、もうちょっとでイルマインターなんで、高速乗ってからちょっと踏みたいと思うんで、はい。よし、じゃあ圏央道に入っていきます。
った時にこのグワッていう感じがもう離陸する勢いですね。マジで。でただちょっとパワーバンド狭いんで、ちょっとねブースト垂れたらまたすぐシフトアップしてって感じで、まあ6500回転ぐらいでシフトアップした方が、まあ、加速の効率はいいのかなっていう感じはしますね。はい。ミッションノイズがねすごい。
があって、あの S シャープの時にオートグリッピングができるようにしてもらいました。で条件は40キロ以上で、ブレーキを踏んでる時にクラッチを切ってあげると勝手に回転数を合わせてくれます。ちょっとやってみますね。ブレーキ、クラッチ、今ちょっと吹かしてくれた。アクセル踏んでないの見えてるかな。もう一回やりますね。こういう感じでフォンフォン、はい、っていうだけなんですけど、